アジアをめぐる私たちのごみ、日本とアジアで資源の循環を考えると題しまして、循環社会廃棄物センター国際資源研究室の寺園敦氏より講演させていただきます。国立環境研究所の循環型社会廃棄物研究センター国際資源循環研究室の寺園敦氏といいます。私たち国際資源循環研究室では、資源の国際的循環の現状を把握し、適正な管理を国内国際両面からどのように行うべきかというような提言をする、そういった研究を行っております。本日の私のお話の中から、皆様がゴミを捨てたり引き取ってもらったりした後にどうなるのかということを考えていただければというふうに思います。これは公開シンポジウムの共通のテーマであります。もう無関心ではいられないということに通じると思います。自分のその目の前からゴミがなくなったらいいという問題では済まないというふうに私は思いますし、またこれから皆さんが物を買うときにも、これが不要になったときにはどうなるんだろうかということを考えていただいて、もったいない、物を無駄にしないということを、また改めて考えていただければ幸いです。本日はよろしくお願いいたします。寺園さんは環境保護の面からも鉄道が優れているので鉄道を趣味にしています。昨年8月24日に私たちの研究所があるつくばと東京秋葉原との間につくばエクスプレスが開通しました。その日も朝5時から始発列車の先頭車両に乗り込んでいたそうです。レールも列車も古くなると使えなくなります。古くなった鉄は世界各国で取引される資源です。寺園さんは各国で取引される古い資源について研究しており、もう4年になります。中国やその他のアジア諸国を訪問して調べており、中国語にも挑戦中です。それでは寺園さんお願いします。皆様こんにちは。私が循環型社会廃棄物研究センターの寺園です。ただいまの紹介にもありましたように、私はつくばエクスプレスの開業日の一番列車に乗りましたけれども、昨日はつくば発の最終列車に乗ってこの東京にやってきました。東京とつくばはだいぶ近くなりましたので、公開日などの折に皆さん東京方面の方々もどうぞつくばと私たちの研究所においでいただければというふうに思います。私の本日お話ししますテーマはアジアをめぐる私たちのゴミというテーマです。これで日本とアジアで資源の循環を皆様と一緒に考えてみたいと思います。さて、私たち日本の社会は高度経済成長の時代から大量生産消費社会というふうに言われてきております。このような大量生産消費社会では毎日たくさんのゴミが出ます。そしてこのようなゴミは埋め立て地などの処理施設が逼迫垂れなくなってきてますし、また産業廃棄物の場合は手島などこれは香川県にある瀬戸内海の島ですけれども、手島などで不法投棄事件やそこでその環境汚染が生じたということがニュースになっているのを皆さんも聞かれたというふうに思います。ここでゴミというものは何か考えてみたいと思います。ゴミというのは皆様思い浮かばれるように不要なものでありまして、まず自分の目の前からなくなってほしいものであるというふうに一般的に言えると思います。しかしそこでこの手島での産業廃棄物不法投棄事件を思い出してみたいと思います。これは手島にいたある後で逮捕された業者ですけれども、その業者の人がこれはゴミではないです、有価物です、価値があるものですというふうに言って、で自動車などの解体ゴミを島に運び入れたものです。
しかしながらその有価物であるという言葉を信じて島に運び入れるのを認めた結果、後でその処理に多大な時間とお金がかかってしまった、ツケが回ってしまったという例であるというふうに言えます。そこで本日のテーマですけれども、あるものがゴミになったり有価物になったりというのは非常に微妙な問題です。この問題について海外に輸出されるゴミをテーマに考えてみたいと思います。まず私たちはこういうような大量生産消費社会を循環型社会に変える必要があるというふうに思います。そこで最近よく言われていますのが 3R または 3R という言葉です。これはリデュース、まずゴミを減らすの R、 それからリユース、もう一度使うの R、 それからリサイクルするの R、 この3つの R を、この R が3つあることで 3R または 3R というふうに呼ばれているものですけれども、この 3R によって私たちは循環型社会に変えてみたいというふうに考えています。しかし実際には私たちの政策の中でこのリサイクルというのが一番よく行われているわけですけれども、家庭からどのようなものがリサイクルされてきたか、どのような政策が取られてきたかということを考えてみたいと思います。ここで使用済みのペットボトル、それから使用済みの家電製品やパソコンなどを考えてみます。これらは1990年代非常に大きなゴミ問題として社会で問題にされてきました。これらは使用済みのペットボトルについては1990年代の後半、それから家電製品やパソコンについては2000年以降、さまざまな法律や施設が整備されて国内のリサイクルは進み始めてきました。ここで一つ大事なことを申し上げたいと思います。リサイクルを行うときに、このようなペットボトルや家電製品などについてはリサイクルにお金がかかるということになってきたことです。皆様も聞かれているかもしれませんけれども、このペットボトルについてはリサイクルの費用は製造業者や税金などで負担をしております。また家電製品やパソコンなどにつきましては消費者が負担することになっております。このようにしてリサイクルが徐々に進み始めてきているのですけれども、最近は90年代ほどゴミの問題があまり言われなくなってきているかもしれません。それは海外への輸出が増え始め、とりあえず目の前のゴミが消えている、少なくなっているということが言えると思います。私たちの、社会から輸出されているゴミは家庭からのものばかりではありません。産業ゴミもあるんですけれども、本日は家庭からのゴミについて考えたいと思います。今申し上げましたような海外に輸出されてリサイクルされる例、国際的リサイクルというふうに言われることもありますけれども、このようなお話はすでにここにある新聞のようにマスメディアを通じても皆様お聞きになっているかもしれません。ここでいくつか疑問があります。まずゴミは輸出していいのかということであります。これについては買ってもらえるもの、先ほど有価物というふうに言いましたけれども、本当に有価物であればそれはゴミとは言えないと思います。しかも私の調査の結果、かなり多くのものはリサイクルされております。ならば国際的なリサイクルというのは特に問題はないのであろうかということが疑問に上がります。これについては本日皆様一緒に考えていただければと思います。なお本日はこのゴミと有価物というのを特別に区別せず、循環資源という名前で考えてみたいと思います。つまりある人が一旦捨てたものが有価物であろうとなかろうと、それは循環資源、それは資源としてもう一回利用すべきものであるということで、
まあ、ゴミも有価物も一緒に考えてみたいというふうに思います。では本日の、私がお話しする、皆様と一緒に考えたい内容です。ここに4つありますけれども、まず私たちの循環資源、ゴミや有価物はどこに行っているのだろうかということです。続いて環境汚染の問題はあるのだろうか、持続可能と言えるのだろうか、私たちはどうしたらよいかということを順に考えてみたいと思います。問題がいくつか多くなりますので、今日は特にこのペットボトルなどの廃プラスチックや使用済みの家電製品、パソコンなどを例に挙げて考えたいと思います。この家電製品やパソコンなどの廃棄物はエレクトリックまたはエレクトロニックという言葉の E という言葉を使って E ウェイストというふうに最近言われることも多くなっていますので、 E ウェイストという言葉も使いたいと思います。では私たちの循環資源はどこに行っているのかということを考えます。最初に全体的な内容を全体的な傾向をお知らせしたいと思います。これは財務省の貿易統計から分かる日本からの輸出量であります。銅スクラップ、ごめんなさい、鉄スクラップ、銅スクラップ、古紙、廃プラスチックという循環資源を例に挙げておりますけれども、1990年から2005年にかけていずれもこの90年代の途中からずっと輸出量が伸びているのが分かると思います。例えば鉄スクラップの場合は2005年の輸出量はもう750万トン程度になっております。これは90年代前半にはもう50万トンもなかったのに比べますと格段に高い伸びとなっております。このような循環資源が一体どこに輸出されているでしょうか。この青のところをご覧になって分かりますように、多くのものが中国になっております。廃プラスチックの場合は香港もかなり多くなっているんですけれども、これは香港に一旦輸出された後中国大陸の方にもう一回再輸出されるということが多いですので、これも中国というふうに言えると思います。この問題はまた後でお話しします。家電製品、パソコンなどの e ウェイストについては、それが分解された後鉄スクラップ、銅スクラップなどとして輸出されることも多いんですけれども、中古の家電製品、パソコンなどについては輸出量が実はよく分かっておりません。これにつきましては私たちの推定の結果を後でお知らせしたいと思います。まず廃プラスチックの動きについて見てみます。矢印がいろいろあってちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、香港と中国にたくさんの矢印が集まっているのがお分かりになると思います。特に日本から香港や中国に輸出されるだけでなく、アメリカ、北米など、それから欧州からも多く太い矢印が中国や香港に向いていることが分かります。すなわち日本だけでなく欧米の先進国も中国、香港に廃プラスチックをかなり送り込んでいるということが分かると思います。この時香港は一旦輸入したものを中国に再輸出しているという流れも分かると思います。つまり香港が中国への中継拠点としての役割を果たしているということが言えるのですけれども、特にそれは日本から出ていくものの流れがかなり多い、日本からは香港を頼りにしている比率が高いというふうに言えると思います。では中国では実際にどのようなものが日本から輸入された廃プラスチックとして見られるか、私は2002年からもう4年以上になりますけれども、見てまいりましたので、そのような結果をお知らせしたいと思います。これはまずペットボトル関係ですけれども、使用済みのペットボトルの粉砕品がこのように中国では見られることが多いです。またこれは使用済みのものばかりでなく、
これは試験管のように見えますけれども、これはペットボトルに膨らませる前のペットボトルの製造工程のゴミであります。このような使い終わったものと使う前のもの両方ともそれぞれ10万トン程度が中国に日本から輸出されているのではないかというふうに考えられます。次にペットボトル以外のものについて見てみます。中国でこのようなハイプラスチックを探すのですから、日本語というのは実は本当は見ることは少ないはずなんですけれども、かなり多くのハイプラスチックについて日本語の文字が読み取れます。飲料容器であったりインスタント味噌汁あるいはお茶など我々の日常生活でよく見られるような商品名も書かれているようなものが中国ではかなり多く見られます。これは例えばロール状のものですけれども、このようにドカンと使わなくなったような製造工程のハイプラスチックがかつては日本の中でお金をかけて処理されていたんですけれども、中国側の業者が買ってくれるということで最近は輸出されることが多くなっております。次に e ウェイスト中でもテレビの動きについて見てみます。これは2001年と少し古くてまたかなり単純化していますので恐縮ですけれども、日本の貿易統計を私たちの方で解析しました結果このようなことが分かりました。中国では今日系の企業をはじめかなり家電製品の生産工場があります。そのようなところからテレビが大体300万台程度新品として日本に輸入され、そして日本からは中古品のテレビが150万台程度香港に輸出されているということが分かりました。しかしながらこの輸出されている150万台程度が香港に本当にちゃんと輸入されているのか、香港の貿易統計を調べましたけれども、香港の貿易統計によれば20万台弱程度しか把握されていませんでした。つまり日本から輸出されたはずの中古テレビの多くが香港では把握されていないということが分かりました。この動きを追いかけるために昨年の10月に私は香港に行きまして、現地の行政の環境保護署の方々と一緒にこの動きを調べてみることにいたしました。香港、皆さんはご存知のように大きな貿易ターミナル、港があります。そこで輸入手続きを経られたものがこの港の脇のあたりに保管されたり、または山の中に不法投棄されたりします。これ私の撮った写真ですけれども、ほとんど全部が日本製といいますか、日本語で、表示のある日本のテレビまたはモニターでありました。これらのうち使えるものは中古品市場で売られますし、しかしながら私の行った時に冷蔵庫が小さいボートに乗っていたんですけれども、かなりこのテレビとかモニターなどが頻繁に中国大陸に密輸されているということが分かりました。これらは中国大陸、香港の周りの中国に行くばかりでなく、アラブ、中東アラブ、それからアフリカの方にも輸出されているというふうに言われているそうです。ここまでのお話を少しまとめてみます。どんなものが私たちの循環資源の中でどんなものが出ているのかということにつきまして、ハイプラスチックは使用済みのペットボトルであったり製造工程のゴミであったりします。また e ウェイストについては中古のテレビだったりパソコン類なども見られます。またどこへ行くかにつきましては、香港経由が多くて中国に行っていることが多い。イーウェストの場合はまずは香港に行って、その後中国、中東、アフリカなどですけれども、詳細はよく分かっておりません。またどのくらいか量的なことにつきましては、ペットボトル関係はだいたい20万トン程度、ハイプラスチック合計で100万トン程度で、中古テレビの場合は、今日は香港だけの例を示しましたけれども、全世界に対して300から500万トン程度かな、台程度かなというふうに考えられます。
これらどうなっているかにつきましては、繊維材料などに廃プラスチックはリサイクルされることが多いですし、e ベーストについては中古品の場合は修理して使われているものとみられます。次に環境汚染の問題を考えてみます。まずペットボトルの例を見てみます。中国に荷揚げされたペットボトルはこのようにフレーク状のものは分別作業をされ溶かしたり伸ばしたりして繊維の材料になります。この繊維材料は細かく切ってぬいぐるみや布団などの中綿になることが多いです。私はこれまで多くのこのようなハイプラスチックのリサイクル業者を見てまいりましたけれども、大体著しい環境汚染というものはないことが多かったです。しかしながら小規模のリサイクル業者を見ますと排ガスや排水処理などが不十分な場合も見られました。私もこの現場に入りましたけれども、非常に悪臭がいたしまして、作業者の健康影響も懸念されました。またリサイクル施設の周辺ではいらなくなった残渣が捨てられることも多いです。このような環境汚染は決して日本からの輸入ごみに由来する問題ばかりではありません。しかしながら中国以外も含めましてアジアの途上国では環境管理全体の問題があると思います。このような環境の質をこれからより向上を図っていく必要があるというふうに思います。次に e ベーストによる環境汚染を考えます。まず中国の中で e ベーストの小規模なリサイクルが活発なところはこの上海より南の浙江省のところとか、あるいは香港に近い広東省の山東または諏訪島という町が多いです。この山東という町の中にグイユという村がありまして、ここは2002年以降NGO の人たちの発表によって環境汚染の問題が指摘されていたのですけれども、その現場に私も今年の2月に訪問してまいりました。このグイユという村は中国の中央政府並びに地方政府はこの環境汚染の問題は対策を取った、ほぼ解決したというようなことを言われているんですけれども、実際にはその2002年に告発された時と同じような状態が続いているということが分かりました。私が見かけた撮った写真でも、これは写真ですけれども、このようにその基盤の山がよく道端で見られます。これはこの建屋の中で基盤をストーブで加熱して鉛のハンダなどを落とし IC チップを外している外側の図で写真です。ここに扇風機が外側を向いているんですけれども、これは中で作業している作業者の方が鉛のガスを吸わないように換気しているものであります。中の写真は私は残念ながら撮れなかったのですけれども、このように中で、鉛のガスが発生するような状況で基板を焼いているということが行われております。このような e ベーストの不適正な処理による環境影響については私たちはまだ調査研究を実施中であります。途中の情報のみお知らせいたしますけれども、非常に関心が高いものがこのようなその銅線であったり基板であったりします。銅線の中には真ん中に銅が入っていますし、その周りを塩化ビニールやあと臭素が入った難燃剤が含まれております。また基板には金やパラジウムや銅などの非常にその価値の高い金属であったり、鉛ややはりその臭素系の難燃剤などが含まれております。これらが野焼きをされることによって臭素系難燃剤の排出というのが適正な焼却の場合の5万倍以上であることが私たちの平井研究員、現在京都大学におりますけれども彼らの研究から分かっております。また基板の加熱処理あるいは酸処理の後に河川に放流されたりするような不適正処理もよく見かけられるんですけれども、このような河川に放流された結果河川の低質で銅の濃度が非常に高いということも分かっております。
もちろんその中国の e-waste のリサイクル現場が全部が全部このような状態ではありません。中国政府も不適正なリサイクルから適正なリサイクルに移行する努力をしておりまして、このように設備の整ったリサイクル団地などを建設中でありますし、私たちもこのような動きについては支援すべきであるというふうに考えております。3番目で持続可能と言えるかどうかについて見てみます。まず私たちの循環資源をいつまで引き取ってもらえるかわからないということを申し上げたいと思います。これは中国自身の e-waste の排出量の予測であります。2004年以降ずっとテレビやパソコンなどの排出量が伸びていることがわかります。当然ですけれども、経済成長に伴い中国の e-waste や、ここでは載せておりませんけれども、プラスチックの排出量も増えていくことが予想されます。回収方法などに問題はありますけれども、中国自身もこれらのリサイクルの問題を抱えておりますので、私たちの循環資源がいつまでも引き受けてもらえるわけではないというふうに言えると思います。もう一つ、国際的なルールがないということを申し上げたいと思います。ゴミについては実はバーゼル条約というルールがあるんですけれども、有価物になった途端にそのようなゴミのルールからは外れてしまいます。また日本と中国など日本と中国など他国との間ではルールが異なりますし、中国のルールは非常に細かく、また頻繁に変更されます。例えば日本が持っているルール、これは廃棄物処理法ですけれども、ゴミの輸出は原則禁止であります。そしてまた両国が批准しているバーゼル条約では、家庭ゴミと有害ゴミの輸出入は禁止です。一方中国ではゴミ原料として輸入できるものを厳しく制限しております。例えば品目を限定したり、異物の割合などで基準を持っていたりします。また輸入できる業者にライセンスを発行しています。またそれだけでなく、中国は私たちのようなその輸出国に対しても、輸出業者登録制度または輸出前検査という、このような制度を持っておりますし、時にはこれは2004年の5月から昨年の9月まであったのですけれども、日本からの廃プラスチックは輸入してはいけないというような規制も設けられました。これは一時期日本からの廃プラスチックを輸出していた業者が中国で摘発されたことがあったためですけれども、このように中国側はさまざまなそのルールを持っているんですけれども、日本側と必ずしも一致していないということが言えます。そこで私は両国およびアジアで輸出入のあり方についてもっとよく話し合う必要があるというふうに考えております。また国内のリサイクルが危機になっているという例も申し上げたいと思います。最近新聞報道でもあると思いますが、市町村は経費節減のために日本の中にあります容器包装リサイクル協会に引き渡す量を減らして輸出業者との契約を増やし始めています。2005年から容器包装リサイクル協会ではペットボトルの引き取り量が減少しております。これだけではあまり問題がないように思えますけれども、この市町村の契約のほとんどが間接的な契約であり、また輸出後にも無関心であるということは私は問題だと思っております。つまり市町村またはこれ排出業者事業者もそうなんですけれども、輸出業者と直接契約をするのでなく、間に別の業者が入って、結局その後でどこに輸出されてどうなったかということに対して、自分たちがあまりよくわからないまま輸出されることが多くなっている。そして途中で問題が起きたときに、ここは責任が取らなくていいような、そのような契約になっていることが多いというふうに私は考えております。また別の問題としまして、ボトルからボトルへリサイクルする技術が国内であるんですけれども、このような引き取り量が減少していた結果、このような技術がうまく生かされないというような問題も起きております。
ここで日本の中でのそのリサイクルと中国へのその輸出というのがどういう条件、どういう構造で起こっているかということを考えてみたいと思います。使用済みのペットボトルというのは90年代はゴミでした。つまり誰もお金を払ってくれない、誰も持って行ってもらえないゴミでした。これに対して私たちは法律を作って、リサイクル費用を集めて、リサイクル費用をかけて、でやっとフレークまたはペレットという有価物にして、このような有価物の材料でしたら国内で使われますので、で国内でリサイクルしようというふうなことをしてきたわけであります。しかしながら同じものでも、例えば中国の場合は大体多くのものが有価物であるということで、このようなフレークは非常に欲しいということで輸出されることが多くなり、結局日本にはあまりそのペレット、フレークのような原料が残らないという、日本の国内リサイクル市場で原料不足が起きている状態にあります。ここで覚えていただきたいのは、同じものがゴミであったりゴミでなかったりするということであります。では最後に、私たちはどうしたらいいのかということを考えてみたいと思います。ここまでのまとめとして、私たちの循環資源は主に中国に行っている、香港経由が多い、で環境汚染の問題については、ハイプラスチックについては問題が少なそうである、しかし e ベースについては懸念が大きい、また輸入ゴミに限らず現地で発生するゴミを含めた環境管理全体の問題もあると言えます。また持続可能と言えるかにつきましては、いつまで輸出できるか分かりませんし、国際的なルールがない、また中国がいつ規制を強めるか始めるか分からないというような国際的な不安定要因もありますし、国内リサイクルの危機の問題もあります。ここで循環資源の輸出について長所と短所を考えてみます。日本にとっては廃棄物がなくなるというのは嬉しいことかもしれません。また中国などの輸入国にとっては原料不足の解消になったり、雇用が確保されるという問題、利点もあります。しかしながら日本にとって国内で 3R、 つまり原料化やリサイクルなどの努力がしなくなる、あるいは輸出できないなどの状況変化に対応できないという問題もあります。輸入国にとっては環境汚染を引き起こす問題がありますし、やはり国内の 3R が進まないという問題があります。そして両方に共通する問題として、国際的な移動量というのはとにかく把握が難しい、したがって密輸を生じやすい、また関連しますけれども、不適正なリサイクルというのは発見しにくく温存される懸念があるということであります。ここで初めに私が申し上げた疑問について、疑問に戻りたいと思います。国際的なリサイクルに問題はないのかということにつきまして、実は答えは一つではありません。物や相手国、国の中でも地域もありますし、また業者によっても異なります。しかしながら少なくとも言えますのは、買ってもらえるからいいということで済ませてはいけないということだと思います。私たちはどうしたらいいかということについて、私の案を少し申し上げています。まずその私たちはその 3R の一番初めのリデュースということを、リデュースが大事だということで、ゴミを減らす必要があるというふうに思います。例えばペットボトルは、むやみに使わない、捨てない、これは買わないとかですね、書くとちょっと怒られる場合がありますので、このような表現にしておきますけれども、無駄に使ってはいけないというふうに思います。同じようなことは家電やパソコンなどについても言えるんですけれども、大事に長く使うということは、当たり前ですけれども大事だと思います。そして輸出につきまして、ペットボトル、皆さんの住まれている市町村でどういうふうになっているのかということを調べてみていただけないでしょうか。市町村のリサイクル課に問い合わせられてもいいですし、もし輸出されています、業者に渡してますということでしたら、その後どうなっているか分かりますかとか、聞かれてもいいかもしれません。
また家電やパソコンなどについては日本でのリサイクルにはお金がかかるということを理解していただければと思います。最近無料回収業者あるいは買いますという場合もありますけれども、その後どうなっていますかということも少し気にかけていただければと思います。本日の、シンポジウムのテーマで無関心ではいられないということが言えると思います。このようなその私たちができることのほかに、国としても、自分たちの国で 3R をする、で輸出を含めた仕組み作りをする、国際的なルール作りをするということも必要だと思いますし、昨年東京で 3R イニシアティブ閣僚会合という政府機関の動きもありました。これでアジアと世界の各国で 3R を実現しようというふうな努力が進められておりますし、私たち研究者や市民の間でもアジアとの結びつきが最近強まっております。これ最後のスライドになりますけれども、石川県立大学高槻博先生、ハイムーン先生が書かれました絵です。中国はたくさんものを作っているけれども、私たちはゴミを作っているだけで良いのだろうかということを皮肉られた例であります。このことについて今後とも皆さんと一緒に考えたいと思います。本日はご清聴ありがとうございました。ゴミは目の前からなくなったら済むという問題ではないというお話でした。それでは会場の皆様からご質問をお受けしたいと思います。例えば今有機リサイクル法で主義されているのがペットということで、これ以外にプラスチックの使用量全体からいけばですね、ペットの量ってかなり少ないと思うんですね、はい、それに比べて塩ビ、最大に使われている塩ビ、ポリエチレン、ポリプロ、熱硬化性樹脂 ABS なんかの樹脂として、この辺のものについてのリサイクルもしくはリニューアルについてもですね、国の政策並びに技術面でどういう進め方をされているかですね。まず、ペットに注目しましたのは中国への その輸出量の点では多いと、それから、家庭から出るということで今日も挙げさせていただきました。でおっしゃられるように他のプラスチックたくさんあります。で国内で そのリサイクルあるいは処理が一定程度進みかけていたんですけれども、その流れが今日申し上げましたようなその中国 その需要増加とかですね、向こうで引き取られることが多くなっておりますので、今こういう流れができている、それに対する対応について今日発表させていただきました。今ご質問されたようなその、塩化ビニールなどにつきましては、そこそこ国内でも、例えば電線とか のものについてはリサイクルされるルートもありますが、混ざってしまったものとか家庭から出るその他のプラスチックにつきましては、まだその処理とかリサイクルの問題は残っております。これについてはちょっとお答えがかなり複雑になってしまいますので、またちょっと機会を改めさせていただければというふうに思います。どうもありがとうございます。では時間の都合上次の講演に移らさせていただきます。寺園さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。